宮城県のご遺族を代表して奥田恵理子様、お願いいたします。悲しみを抱いて、東日本大震災では大勢の人が亡くなりました。そして愛しい人を思い続けるたくさんの人が残されました。私は津波で甚大な被害を受けた宮城県石巻市北上町に2人の子どもと両親とで住んでいました。震災の1週間前、23歳だった長男サトシの結婚式でした。息子夫婦が入籍の日に選んだのは3月11日でした。二人は我が子の誕生を楽しみに、人生で一番幸せな時を迎えていました。私たち家族もその将来に向けてささやかな幸福を感じておりました。震災の日もいつもと変わらない朝を迎えて、変わらず明日が来る来ないなんて思いもしませんでした。地震のあと、息子は家族の身を案じ、妹と祖父母が身を寄せていた近くの指定避難所に車で向かったそうです。津波が海から数メートルの避難所を襲い、たくさんの尊い命をもぎ取り奪っていきました。窓からは迫り来る波が見えただろうに、どんなに恐ろしい思いをしたか、それを思うと胸が締め付けられます。ただただかわいそうで、かわいそうでいたたまれません。次の日、避難所から100メートルの自宅のあった場所近くで息子は見つかりました。一緒にいたはずの娘は、家族の一番最後、1ヶ月後にやっと見つかりました。妹をその腕の中で守っていたかのように、手を組んで水たまりに横たわっていました。お母、俺何に頑張った、そう言っているようで、お前頑張ったな、偉いぞ、みんなと一緒にいてやったんだよね、何度もそう話しかけました。冷たくなった夫にすがって泣き続ける嫁、こんな残酷な思いをさせてしまって本当に申し訳なくてすまなくて、残されたこの子らが不憫でなりません。身重の妻を残していった息子の気持ちを思うと、どんなに無念だったか、この母が変わらせてもらいたかったです。見渡す限りの惨状に、地獄はここだと思いました。私の大切な家族、強くて厳しかったけれども真の温かだった母、一家を辛抱強く支えてくれた父、年の離れた妹を心底可愛がり父親代わりをしてくれた息子、心優しくその笑顔が我が家の明かりだった娘、14年ぶりに授かった娘は家族の宝物であり私の生きがいでした。受け止めがたい現実、やり場のない怒りと悲しみ、そして限りのない絶望、最愛の人を失ったというのに自分が生きているという悲しみ、生きることがつらい、そう思う申し訳ない気持ち、生きていることが何なのか、生きていくことが何なのかを考えることさえできない日々が続きました。愛する人たちを思う気持ちがある限り、私たちの悲しみが消えることはないでしょう。遺族はその悲しみを一生抱いて生きていくしかありません。だからもっと強くなるしかありません。涙を越えて強くなるしかありません。今私はこう思うようにしています。子どもたちが望む母でいよう、
これでいいだろうか、こんな時に両親は何と言うだろう、そう思うことで亡くした家族と一緒に暮らしている、そう感じて痛いからです。絶望の中に差す光もありました。息子は私たちに生きる意味を残しました。忘れがたみの初孫が7月に生まれ元気に育っています。その孫の成長が生きる希望へとつながっています。最後に被災地の私たちを支えてくださった多くの皆さん、日本全国世界各国の皆様に心から感謝を申し上げます。皆様からの温かな支援が私たちに気力と希望を与えてくださいました。だから今日までこうして過ごしてこれました。その恩に報いるには私たち一人一人がしっかりと前を向いて生きていくことだと、そう思っています。差し伸べてもらったその手を笑顔で握り返せるように乗り越えていきます。本当にありがとうございます。平成24年3月11日、宮城県代表奥田恵理子。